皆さんこんにちは、こうです。今日はですね、以前フランクフルトの動画を上げた際にご紹介した銀座松永さんの動画許可を得たので、今回は中と自分が髪切ってもらってる様子を動画として撮影しました。皆さんにお届けできればと思います。海外にまだ住んでない方とか、これから海外に来る方の中ですごく不安に思っていることの一つが、こういった美容院とかのサービスだと思います。実は名前の銀座松永とある通り、日本語が通じる美容院になります。よかったということで、フランクフルトに行った際に、もし日本語が通じる美容院に行きたいなと思ったら、こちらの銀座松永さんとってもおすすめなので、ぜひ行ってみてください。早いですが概要欄の方にね、そのホームページのリンクを貼ってますので、ぜひそっちから飛んでもらって予約等の仕方等を調べてみてください。僕、美容院に行くとね、いつも美容師さんとお話しする時間がとっても好きで、行くんですけど、なので1000円カットとか2000円カットのお店とか、僕、昔はよく行ってたんですけど、最近だとやっぱりその話すことも含めて、美容師さんとか美容院に行きたいなっていう風な選び方をしています。っていうのも、例えばこう20分とか30分とか無言で髪切ってもらうっていうのもいいかもしれないんですけど、なんか美容師さんのね、最近のトレンドとか、シャンプーこういうの使ったらいいよとかって、結構やっぱそのなんだろう、日常会話ではなかなか出ないんですよね。だけどやっぱその手のプロの方とかに聞いてみたら、ドイツだとこういったシャンプーがいいよとか、また追って別の動画で紹介したいんですけど、そういった話ができるので、僕は美容師さんとかにお願いするのがとっても好きです。それでは雑談ちょっと紹介します。すごいなとかいいなと思うけど、次じゃあ自分一人で行こうかなってわからない。誰かと行った方が楽しいっすね。楽しい。でもこっちの人ってなんか一人で行きたいみたいな人多い。ああ、確かに。僕は全然いつも誰かと行きたいな。楽しいよね。今日も朝もそんな話してた。あ、なんか。カフェ入った時に、なんかカプチーノ頼んだ。なんでもモートがあってると、なんていうかみたいな2人してる。なんとなくでも多分ミルクの種類が聞かれてんのかな。ノーマーそれしかない。わかんない。アレルギーあるわけじゃないから。ああ、それ救いですね。なんかあるあれ。ない。ある人大変じゃないですか。ある人大変。日本だとそういう聞き方あんまされなくて、なんか自己信仰してる。あ、そうインスタさっきちょっと見たけどさ、スタバ好きなの？スタバは飲まないけど撮ってる。これ裏事情。飲まない？いや飲むんですけど、ここにスタバあるっていうのを記録してるだけなんですよ。あれ。あ、そうなんだ。だからお店で買ってないです。あ、外から撮って。あ、そうです。あ、そういうこと？そう、なんかスタバの外観だけを撮って、フランクフルトのやつこうなんだっていうのを見たい人がいるんで、そう記録してる。私スタバ結構好きです。ですよね。なんかケルンのとことかすごくなかったですね。なんか中から大水道見える。あ、知らないですか？ね、ちょっと待って。だから大聖堂が行っちゃったんですよね、きっと。出て右側行けばスタバあるんだ。スタバの中から大聖堂に。ここの先輩に連れてってもらったんですけど、最初ね、自転車の乗り方とか教えてくれたりとかして。でもなんかその先輩は目的をユニクロに行きたい感じだったんだけど、なんかこう。あ、男の先輩だったからさ、女の子同士だとさ、じゃあここでお茶して、ちょっと景色見てってゆっくりしよう。そうなるじゃん。ならない。覚悟。嘘でしょ。英語はどうやるの？英語は、小学校がインターハイスクール。そうだから知らないうちに喋れる。なんで教えれない。教えてよ。そのうち YouTube で出して。いやいやいや、フィーリングって全部言っちゃう。なんとなくこっちですって。ざっとじゃないです。なんとなくとか言いそう。気持ち悪いので。この間なんかさ、この見た目じゃん。すごい話しかけられる。ああ、へえ。日本人とか一人で絶対現地じゃないと分かるじゃん。なのに、多分修理ローンとかも多分道聞いてんだろ。いやいや、分かんない分かんない。助けて。でもなんかこの間聞かれたのは、若いキャッチャーみたいなの言われてて、ひげまつにいたから、私ね、もう一回ね、ライトって左でしょ、レッドって左でしょ、左差しながらライトって。いやいやいや、超むずい問題出してる。なぞなぞかなみたいな。そうそう。一緒だ。ああ、いい感じ。いい感じです。おお、はい。じゃあもう一回流して。はい。投稿して、ちょっと頑張ってはいるけど、これもともとそういうの得意な方じゃないから、すごいなんか大変。豆さが求められます。そう。僕は多分逆に好きで、ああいう。温かい目で見守ってください。ああ、見守りはずっと見守ってます。全然。なんで冷たい目で見なきゃいけないですけど。そう。日本のお客さんにも、全然交渉してなくないっていう、温かい目で見守って言うたからみたいな。優しくして。この間後輩に担当してもらってるお客さんからなんか西津ハブさんってかストーリーではーいみたいな。呼ばれてそう。何のあれもなく急に。そうそう、なんかお客さんが多分遊びに行って店にやってる時に。手振りながらそれ私しかわからんやん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。さようなら。